38スミスウェッソンスペシャルは、スミスウェッソンによって設計されたリムドセンターファイア弾薬である。主にリボルバーに使われるが、自動拳銃やカービンでも使われることがある。38スペシャルは1920年代から1990年代初めまで、アメリカ合衆国のほとんどの警察組織で標準弾薬として採用されていた。また、第一次世界大戦では、 兵士のサイドアームの一般的なカートリッジだった。メートル法では 9X29.5 メートル MR や 9.1X29 メートル MR などと表記されることもある。良好な精度と制御しやすい反動で評価されており、発表されてから一世紀以上もの間、世界中で最も人気のあるリボルバーカートリッジの座に止まっている。標的射撃。 フォーマルな射撃競技、護身用、スモールゲームの狩料などに使われている。名称は38スペシャルであるが、その光景は実際には357から358インチであり、38は薬莢のおおよその直径を表している。38光景の元祖である38ショートコルト弾薬は36光景のキャップ ボールコルトネイビーリボルバーの改造型で使うように設計されていたが、この拳銃のシリンダーの薬室の直径はほぼ0.374インチであり、薬莢と弾丸の露出部分の直径が同じ弾薬を使用していた。薬莢の長さを除いて38スペシャルの寸法は38ロングコルト弾および357マグナムと同じである。したがって、 38スペシャル弾は357マグナム口径のリボルバーから安全に発射できるし38ロングコルト弾は38スペシャル口径のリボルバーから発射できる。このことが38スペシャル弾薬の多用途性を高めている。しかし長くてパワフルな357マグナム弾は使用通り作られていて マグナム弾の非常に高い圧力に耐えられない。38スペシャルには装填できず、発射もできない。S&WM1899 ハンドエジェクターのファーストモデル。38スペシャル弾用に開発された拳銃。38スペシャルは1898年に、38ロングコルトの改良型として発表された。38ロングコルトは、軍政式弾薬だったが、 米非戦争において木製の盾を構えたモロ族の突撃に対して十分なストッピングパワーを発揮できないことが判明した。最初は38スペシャルは黒色火薬を用いていたがその人気によって発表後1年以内に各メーカーが無塩火薬を使うものを提供するようになった。1920年代後半。 38スペシャルの新しいスタンダードチャージのロードがウェスタンカートリッジカンパニーによって開発された。この弾薬は重さ200グレーンでラウンドノーズの鉛のルバロイ弾頭を用いていた。これが38スーパーポリスである。レミントン・ピーターズはこれに似たロードを発表した。試験の結果、この長くて重い200グレーンの 38口径の弾頭を低速で発射すると着弾した時にキーホールあるいは横転を起こす傾向があり防護されていない人間に対して大きな衝撃を与えることが分かった。同じ頃イギリス当局は同じ200グレインの弾頭を 38S&W 弾薬よりも小さな薬莢に装着しこの弾薬を試験していた。これは後に十八レギュラーあるいは 38-200弾として知られることになった。英国アートに38-200を軍用標準拳銃弾として採用した。1930年、スミスアンドウェイスソンは、元来は44スペシャル弾のために設計された頑丈な N フレームを用いて5インチ重心と固定小銃機を装備した。38スペシャルリボルバーを警察向けに発表した。 これが、スミスウェッソン、38、44ヘビーデューティーである。翌年、158グレインメタルチップ弾頭の、38スペシャルハイスピードと呼ばれる、新しい高速のロードが、自動車の車体や、ボディーアーマーを貫通できる、拳銃弾を求める、法執行機関の声に応えて、このリボルバー向けに開発された。同じ年、コルトファイアーアームズは、ハイスピード。 38スペシャルロードを使うコルトオフィシャルポリスを発表した。38、44ハイスピード弾薬には3種類の重さの弾頭がある。158グレーン、150グレーン、および110グレーンであり、これらはコーティングされた鉛か、またはスチールジャケットの金属を貫通する玉である。八、四十四はマスコミの注目を集め、 これによってスミスウェッソンは最終的により長い薬莢の完全に新しい弾薬を1934年に開発することになった。これが357マグナムである。第二次世界大戦中アメリカ合衆国の航空機の乗員の一部には不時着した時のサイドアームとして S&W ビクトリーモデルが支給されていた。1943年 ハーグリク戦条約の地上戦に関する規定に適合するように、銅で完全に飛行された158グレーンの弾頭を持つ新しい38スペシャル弾薬がスミスウェッソンのリボルバーのためにスプリングフィールド造兵賞で開発され採用された新しい軍用38弾薬は158グレーンの弾頭を リボルバーの4インチ重心から通常850フィート S で発射する。この戦争中、多くのアメリカ海軍及び海兵隊の航空機の上員には先端が赤く塗られた120グレーンまたは158グレーンの弾頭を持つ38スペシャルの栄光弾が緊急時に信号として使うために支給された。 1956年、アメリカ合衆国空軍は、カートリッジ、キャリバー、38、ボール M41 を、地上戦に関する規定を満たすように設計された、38スペシャル弾薬の軍用のバリエーションとして採用した、オリジナルの、38M41 ボール弾薬は130、グレーンのフルメタルジャケット弾頭で、 平均圧力が1万3000プシーに過ぎなかったので、4インチ重心からの重厚初速は約725フィート S だった。この弾薬は S&WM-12 とコルトエアクルーマンリボルバーの寿命を伸ばすために開発された。これらのリボルバーはアルミ合金のシリンダーとフレームを持っており、通常の38弾薬を発射すると応力によって亀裂が入りやすかった。 1961年まで M41-38 弾薬を少し改良したカートリッジキャリバー38ボールスペシャル M41 がアメリカ軍の38口径の拳銃用に採用された。この新しい M41 スペシャル弾薬は130グレーンのフルメタルジャケット弾頭を持ち許容される最大の圧力は16000プシーで これによって速度は固定された6インチの試験用重心からは約950フィート S、4インチリボルバー重心からは約750フィート S となった。M41 ボール弾薬は最初はアメリカ空軍の航空機の乗員とアメリカ戦略航空軍団のセキュリティポリスの38リボルバー用に使われたが1961年にはアメリカ陸軍によって セキュリティポリス、軍用犬の訓練士、及びその他の38口径リボルバーを装備している人々のために使われた。後に通常の M41 にセミポイントの飛行されていない鉛の弾頭をつけたバリエーションがアメリカ合衆国本土の警察及び保安要員用に採用された。同じ頃、墜落した航空機の乗員が緊急信号を発する手段として、 38栄光弾がアメリカ海軍、海兵隊及び空軍に再導入された。38スペシャル後継の栄光弾は通常とは異なる色が付けられており、通常は標準的なヤクルーサバイバル、ベストキットの一部として支給された。空軍警備隊及び保安要員のためのより強力な38スペシャル弾薬の要求はキャリバー38スペシャル ボール、プグーマイナス 12B ハイ、ベロシティとなった。プグーマイナス 12B は、アメリカ合衆国空軍によってのみ支給された。許容される最大の圧力は2万プシーまで大きく、向上し、1 3グレーンのフルメタルジャケット弾頭を6インチの試験用重心から1125フィート S で、また4インチのリボルバー重心からは950フィート、 S-980 フィート S で発射することができた。プグー -12B 高速弾薬は M41 スペシャル弾薬とは2つの重要な点で異なっていた。プグー -12B はより高い圧力の弾薬で薬莢に弾頭がより深く挿入され固定されていた。1970年代38スペシャルの新しい高圧のロードが発表された。 これが38スペシャル P である。この弾薬はこのような弾薬を使うために設計された38リボルバーや3 5五十七マグナムリボルバーで使用できるフェデラルカートリッジやウィンチェスターリピーティングアームズのようなメーカーによって作られたその他の高速ロードはたびたびフォーローエンホースメントオンリーというラベルが貼られ38スペシャル P に指定されていた。 この弾薬は、このロードに耐えられるように特別に作られた38スペシャルリボルバーでだけ使うことができる。単なる38スペシャルや38スペシャル P の銃は、このロードによって大きなダメージを受けてしまう。他の38スペシャル弾薬と同じく P ロードは357リボルバーから安全に発射できる38スペシャル P の圧力は、 通常、約22000プシーだが、357マグナムでは、通常35000プシーに達する。38スペシャル弾薬は、357マグナムの銃から発射できるので、比較すると低反動、低音量、および低価格によって、38スペシャルは、人気のある選択肢である。スミスエッソン六 m 6 8 6から発射された。38スペシャル弾。 シリンダーギャップから漏れるフラッシュも映っている。元は黒色火薬を使っていたので、38スペシャルは低い圧力の弾薬で、17000プシは今日一般的に使われる中で最も低いものの一つである。現代の標準では、38スペシャルは中型の弾頭を比較的低速で発射する。最も似た弾薬は 380ACP 弾で、 これは38スペシャルよりも少し軽い弾頭を少し高速で発射する。QX19mm パラベラム弾は少し軽い弾頭をかなり高速で発射する。38スーパー弾はほとんど同じ弾頭をかなり高速で発射する。これら3つは普通はセミオートマチックピストルで使われる。より高い圧力である2万プシーの 38P ロードの 1972年、サーミによって38スペシャルの仕様が変更されたことに注意を払うのは重要である。それより前は通常の38スペシャルは現代の P にとても近かった。P は実際には高い圧力の弾薬だが 38P 弾薬は低い圧力の弾薬に比べて高性能であると誤解されやすいので注意すべきである。 上のすべての38のロードと357マグナムの初言は6インチ重心のリボルバーから発射した場合の値である。より一般的な4インチ重心を使った場合は速度が低下する。威力ももちろんそれに応じて低下する。非常にわずかであるがアメリカ合衆国の警察組織の一部には今でも標準装備として 38スペシャルリボルバーが支給あるいは認可されている。しかし、ほとんどの警察組織は、より相談数が多く素早くリロードできる9ト、mm、ルパラベラム、357シグ 40S&W、45ACP、あるいは、45ギャップなどのセミオートマチックピストルに交換している。様々な弾頭の38スペシャル弾薬左から、 44レミントンマグナム、357マグナム、38スペシャル、7.62X25 トカレフ、45と 9X19 パラベラム、38スペシャルと357マグナムの類似に注目。38スペシャルはハンドロードでも特に人気がある。この弾薬のストレートな側面、リムの上からのヘッドスペース、 発射済み薬莢の入手のしやすさ、それに、357マグナムの銃から発射可能であることなどが人気を支えている。それに加えて、38スペシャルは黒色火薬カートリッジだったので、薬莢が大きく、一年生から側年生まで様々な種類の火薬をロードすることができる。この火薬に関する柔軟性は、そのまま、 ハンドロードの発活力の多様性に直結している。したがって、適切な配慮をした安全なハンドロードの実行を守ることによって、38スペシャルは無反動に近いロードからほとんど、357マグナムに近いロードまで様々なロードを簡単に作成することができる。つまり、好みの威力を持つ実法を自分で作ってしまえるので、ある。ありがとうございます。